おはようございます。今日の話は人生の目的に気づく24の物語という本の中から、この人となら一緒に苦労しても良いと思えるなという、話です。結婚の話ですけれども、ある女性がですね、プロポーズをされたと。で、相手の男性はですね、定職もなくてアルバイト生活で、しているので非常に迷ったと。1年前に知り合った、旅行先で旅先で知り合ったらしいんですけれども、それで友達に相談したところ、友達は本当に結婚と恋愛とは違うのよと。で、ちゃんとした人をやっぱり結婚っていうのは将来見据えてそういう人を選ぶべきだよっていうアドバイスをしたと。で、本人も非常に迷ってですね、そしてお母さんのところ行ったんですね。で、お母さんはですね、何と言ったかというと、あなたが幸せになるために結婚するなら考え直しなさいと。しかしですね、この人と一緒なら一緒に苦労してもいいと思えるのなら絶対に彼と一緒になりなさいということを言ったそうです。昔の人はですね、私と一緒に苦労してくれるかと言って、プロポーズしたわけですね。しかし現代はですね、君を絶対に幸せにするからと言ってプロポーズする人が多いわけです。それはですね、一番盛り上がっている時ですね、結婚直前なんかはですね、あとは下がるしかないと、一番盛り上がっている時ですからね、その時にですね、幸せにするというとですね、後で、あなたはそう言ったじゃないかと、幸せにしてくれると言ったじゃないということが、揉め事になったりですね、そういう喧嘩になったりするわけですね。しかしながら、スタートラインがですね、苦労するというスタートラインが一番最初にあったとしたらですね、そこからの評価になるわけで、あとは、ちょっとずつ何でもですね、少し良くなったらどんどん良くなるということで、スタートラインが低くなっている、期待値が下がっているということは非常に大事なわけです。で、例えばまたですね、今一流会社にいてですね、お金を今すごい稼いでいると、そういうスペックですね、スペックが良くてもですね、将来永劫にわたってそれが保証されているわけじゃないわけですね、会社潰れちゃうかもしれない。から変化の時に、ですから一番大事なことはですね、新たなチャレンジをし続けることができるかどうか、言い換えるなら苦労を厭わない姿勢だと、苦労苦労と思わない人は遠くまで行くことができると。ですから、スタートラインを低くしてですね、期待値を下げるということは、これは結婚だけではなくていろんなことに言えると思います。じゃあ今日はこれで終わり。